皆さんこんにちは。今回は、戦闘機枠最後に残されていたルートのティア8に位置する、ラボーチ緊急に乗ってみたいと思います。あれ？何か？ティア8って、それ以前のは？え？え？いやだなぁ、もちろんフリーですっ飛ばしましたよ。戦闘機ですっ飛ばしって初のパターン。ゲーム内のカタログスペックを見て一番敬遠される本気ですが、あくまで、ウプ主の脳内調べ。レビューしようとちょい乗りしたところ、連敗量産機の予感がしたのと、連敗量産機。この通り57911と見た目も変わらないしネームバリューないので、全部語っていたら、おそらく無言動画になってましたよ。それ語ってないし、ラボーチキンユーザーにひどいし、あと11は持ってねえし。まあ、前にやっていたヒーローズインザスカイで連合側の愛機だったので、それなりに愛着もあったゆえと言いましょうか。最良機体が最弱機体に落ちぶれて、乗るのが忍びなかったのね。ちなみに、このルートでは初レビューですがシリーズ機はアップしてまして。そうだっけ？ティア4マルチにされたラーググ G3 シリーズ4です。あれそうなの？結構乗ってて勝率も良かったよね。性能はヘッポコですが、異次元的に武装が強力ですからね。でも、名前が違うよね。設計者の名前なんでしょ？ミグとかラボーチキンとか。1と3はラボーチキン、ゴルブーのグードコフの3人で設計してたのでこうなりました。みんな足したのか、それでラーググネゲルググもそうだったのかも。1は旧式機にも劣る無残な性能で、3はその改良型ですが、粗悪品が多くて、ラーググは保証付きの塗装済み缶桶の役だと呼ばれる始末。その単語の頭文字と書けたのね。3を空霊化したのが5で、まだ色々ありましたが、スターリンおじさんにいい加減なんとかしろと直々に呼び出されて、改善されて優秀機になったみたいです。命に関わるから必死だな。この改良型が7。見た目全く変更なしの名前詐欺。全金属製にしたのが9。それまでは木材と布の混合でした。9を爆撃機護衛用に航続力を長くしたのが11となります。11は B38 との比較で優秀だったので戦後に配備。設計が10年近く違う機体と比べて優秀ってアホですかね？どうやら11でも2000馬力搭載が困難だったようですがゲーム内では、2100馬力にロケットブースター装備です。スペック説明がまだですが歴代解説で尺がなくなったので飛んでみましょう。まずはティア777から。ウォーゲーミングが合わせたわけじゃないよな。本機シリーズが唯一優れている点がこのロール性能。機敏に反応するので、思った以上に起動は良いです。この高度でもうオレンジですが。最適高度が低いので、このオレンジ状態では進化を発揮することはできませぬ。発揮したところでどうということはないのですが。ケチョンケチョン。そして、実に残念なのがこの武装。主に3門装備した23ミリ砲で当てやすいと思いきや。発射速度が遅いのか、全然当たりません。射撃音もそんな感じだな。特に多いのが、遠距離射撃でノーダメージなのと、最後1ミリ残してのオーバーヒート。まさにこれな。このシーンが本当に多くて超ストレスです。ちなみに同格にはハヤテやレッツーなどがキラ星のようにいる。機影のティア7体でこれはきつい。トリエがロックンロールだけじゃな。本気を一言で言い表しますと。うん。ロケ爆ブーストのない最高のマルチロール機。戦闘機の褒め言葉じゃないね。それが延々と続くので乗る気が起きなかったわけですよ。一応ギア9とか10あたりは良いという噂なので希望はありますけれども。いつもの癖で行動を取っちゃってますが、移動も遅くなるし下に降りなきゃですね。カッコ自体は正気と早手を足して割った感じなので好きです。主の機関砲装備ははやぶささん型オス。高型の部品たくさん作っちゃったからまさにお疲れって感じでボツになったやつ。さて、ここから普通の戦闘機なら逆転も可能な戦場到達ですが、普通の戦闘機じゃないから。これは無理なんだよな。処理に時間がかかりすぎなのね。あーもうストレスたまる。やっと撃墜。というわけで7はこの辺で8も問い、9に乗りましょうか。やっぱり高度計はオレンジ。ロールはもはや秒。機関砲は1門増えて23ミリが4門になりましたが。良さげに見えて当たらないんだなこれが。集団してるように見えるけどね。敵の銃戦とか爆撃は本当に落とせない。射距離が500を切らないとダメージが入らないのでマジきつい。お、ロケットブースター付加してますな。これのおかげで加速はいいのですが、きっちり行動適正以下に落としてじゃないと、ダメダメのレッテルも加速しちゃいます。低空に降りればそこそこの機動性を発揮できますが、低空でのお仕事が激減してる。高ティアではやはり厳しい。高高度化とジェット化も進んでるしな。火力的にも防衛機の銃戦を狙うのを躊躇するレベルなんで、うっかり戦闘機参加マルチロール機、相打ち覚悟で攻撃機なんかの対処で進める感じですか。低空ならキビキビした動きが好印象。それを全て台無しにする射撃性能。800メートルでビシバシ当たる機関砲つけてください。そしたら低空上等の人気機体になると思いますよ。キリキリ回って鋭い射線なら乗り味いいよね。
もうこうなるとめちゃくちゃ隙だらけ。顔真っ赤。これぞ空中戦って感じですが、戦犯になりかねない処理の遅さ。やっと撃墜。お次は重戦と言いたいところですが、任せて他に行きましょう。言う通り全然ダメージ入ってないもんな。真上から撃ち込まれてるぞ。大口径が当たらなくてよかった。追撃は厳しそうですが、周囲に敵兵なしなので不可をいたしましょう。ちなみに敵の空港だったりしたら、敵兵なくても湧いてきますので注意。マルチも硬いんだよな。ウッハーミリの腰のオーバーヒート。ほんと多いね。ふん。ここから数分敵と接触ないのでカット。移動が遅いので展開も遅めです。飛行場にこもっても展開キングじゃないしな。ガチ勢に来られたらポイント申請です。上からも被られるので、気がついたら即展開。まるっきりマルチの運用だね。しかし、下側にこもっていると戦闘終盤が辛いんですよね。なんで？終盤に残ってる敵って、大体上空の爆撃機とか重戦闘機じゃないですか。落としにくいのが残ってるか。それに参戦するのはほぼ絶望的なので、悔し涙ちょちょ切れちゃうのね。無理に上に上がると餌食ですしね。飛行場で落とされたくないが、重戦の突っ込みはなんとかかわしたか。残りの敵鋭戦闘機1011。ナイスー。でも敵鋭増えてるぞ。ちょっとヤバタニエン。後ろに食いつかれてないので助かったか。役に立っているのかわからないオプ主。もはやこれはマルチロール枠。魂燃やして勝利に貢献しましょう。回復チャンス来た。なんとか回復。危なかったな。よし、元気100倍。戦況も押され気味ですが、今回のチーム編成は当たりっぽいので大丈夫じゃないですかね。ボットの外れだと、拠点が全く取れないもんな。人入りって確かめちゃうような凄腕のボットとかいたりしますね。敵に、トリマ、飛行場を防衛しつつ、チャンスを伺います。次のラボ基金160は機関攻2門になるのですが、どうなんですかね。スズメちゃんみたいな高性能30ミリならいいけどな。部屋銃になると、また23ミリ3門になるので不安です。攻撃機もサイドからならまだ反撃を食らいませんね。落としきるのは無理そうだが。オーバーヒート食らみ。あっぶな。今、落とせてなかったら絶対ぶつかってたよね。面を面を。またもや攻撃機ですが。占領に関係ないので一撃してパス。また処理に時間かかりそうだな。飛行場の方がヤバめなので戻りますか。こんなグダグダやってて戦果も少ないと思いきや、意外な高スコアを叩き出してます。戦闘機ですか。低空に降りてくところに入ったタンク1号2など低空番長の敵ではないぞよ。あれ敵。いいのいいの、拠点上は接続をタッとしとなせ。さすがにマルチには強いですな。今度は撃墜。お次は上空の爆撃機を狙ってみましょうか。ちょっと分が悪そうな B32。下から行くのも悪いことばかりでもなく、防御機銃に撃たれにくい。高度計がレッドゾーンに、速度激減。どんな一撃でもいいから放て、ヒットポイントを削れ、頼む動いてくれラボナイン。高度2800、エンジン冷却なし、ブーストなし、オーバーヒート、限界です。まだだ、まだ終わらんよ。命を、燃やせ。撃墜。よーし、帰るぞ。スコールライン後の爆撃機撃墜は仕組んですな。急降下しても大して速度が乗らなくてくさ。おや？味方重戦が見事に落とされた。敵討ちといきたいところですが、マルチが味方に食いついているので見逃しです。撃
つい。もう一丁。えっつい。なんか、マルチ相手だとそれなりにかっこよく戦えるね。最初に言ったでしょ、最強のマルチだって。戦闘機だけどな。相手の戦闘機の種類をよく見て、立ち回りましょうね。不意打ちならまだ溶かす火力はありますが、ヘッドオンで勝てそうな気がしないので、旋回系に強襲はやめておきましょう。意外に意外な粘りを見せることはできそうですけどね。というわけでラボーチキンルート、いかがだったでしょうか。個人的には機関砲の初速と発射速度を上げてもバチは当たらんと思います。そんな僕だったらかなり好きになれそう。来ないよな。来ないよね。まだ攻撃空きに希望があるだけマシですね。マルチだけど進んでないルートが2つあるよね。アメリカのあれと、ソ連のあれですな。いつの間にか伝説の翼を取れるほど稼いでましたよ。大した仕事してなくても長丁場なら取れるんだな。始めたばかりの人が進むには辛みなルートですが、よほどの同志でもない限り、手を染めることはないでしょうね。その先に何があるのか。交互期待。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また良ければ次回も見ていってくださいね。見事な戦果だった。前期帰還せよ。